こんにちは。1月16日です。2020年の最近ほんとね、なんか昔の嫌なことを思い出す瞬間が増えてるような気がして、それはなんでだろうな。なんかこう負のスパイラルというかね、結局将来の生活が不安だから、そういう昔の嫌なことをポコポコ思い出すんじゃないかなという気もしてましてね。それは不安でしょう。いろいろあるよ、いろいろあるよ。まず日本の話で言うと、安倍政権の暴走、人口減少、年金制度の破綻、いろいろあるじゃない。世界規模で言ってもさ、温暖化もあるしさ、化石燃料も枯渇するかもわからんし、オゾンホールだってどうなったんだ。酸性雨はリサイクル、もうほんといろいろすごいでしょ。わかんないでしょ、何が起こるか。これから核戦争も起こるかもしれない。中東情勢も不安定だ。中国とアメリカも対立している。よくほんとでも子供を作る気になるよね。こんな一寸先は闇の世の中で子供を持っている人は、これ言うとすごい嫌な顔されるからさこれ人間に面と向かって言うことができないんだけどさ、これはこの言説はさ、本当にこんなものすごい不安しかない世の中、子供が北斗の拳みたいな世界を生きる羽目になるかもしれないんですよ。あなたの子供が分かり間違えば、本当に北斗の拳みたいな、デイズゴーンみたいな、ラストオブアスみたいな、そういう世界を生きることになるかもしれないんですよ。そういうことまで考えて子供を作りましたか、産んだんですか、あなたたちは。多分そんなこと考えてないと思うけど、そういう事態を想定だってさ、そういうことが起きたらさ、いくらさお金貯めてようがさ、あんまり意味がないわけじゃない。その前澤社長並みにさお金を貯めといてもさ、核戦争が起きて北斗の拳みたいな世界になったらさ、もうあんまり意味がないわけじゃない。ケツを拭く紙にもなりゃしねえのによってモヒカンが言ってたじゃない、札束なんか。ものすごい金持ちなら核シェルターとか作っておけるかな。核シェルターとか作っておいてそこに避難しておくと。でも結局外の世界滅びたら食い物とかないよね。もう生活必需品が作れなくなるわけだからさ、いろんなものが複雑に絡み合って今の現代社会成り立ってるので。でもすごい専門化してます。専門分野が専門分化してますから、自分の専門のこと以外よくわかんないでしょみんな。例えばさ、今あなたが履いてるパンツにしてもさ、原材料が何であってさ、それをどこでどうやって作っててさ、その原材料をどうこう縫ってこのパンツができているか、でそれで作ったやつがどう届けられてるかっていう、そういう流通というか運送の、まあ運搬の何でもいいよ話もあるしさ、一個でもダメになったらもうあなた入ってるパンツはあなたの元に届かないんですよ。そこを分かってますかあなた。でその
その一つ一つの工程一つ一つにそれぞれの専門家がいるわけですよ。で、わかんないじゃない。私はそのパンツがどうやって作られてどうやって私の手元に届くかなんて全く想像もつかないですよ。昨日ゴムが伸びきったパンツを1枚捨てたんですが、捨てる時にこうあのタグのとこをね見返してみたら、インドネシア製と書いてあった。インドネシアで作ってるんだこのパンツはっていうことになったんですが、インドネシアからだいたいパンツ工場ってあるんだろうな、多分パンツ工場っていうのあるんですよ。パンツ工場で多分機械がパンツを作ってるんですよ、おそらくは。その機械を作るにしたってさ、こう機械を作るにしても鉄製なのかな、あの機械って。どっかから鉄鉱石を掘ってさ、それを加工して鉄にしてさ、鉄をさらに加工して機械を作る必要があるわけですよ。で、機械なんてコンピューターで制御してるだろうから、そのコンピューターの中身を作る人っていうのがまた別にいてさね。で、今はもうスペシャリストがたくさんいるっていう社会ですから、昔はそれこそ狩猟採集の時代は多分全員がジェネラリストじゃないと生き残れなかった。狩猟採集の時代はなかったでしょ。全員がそれなりにまず体力あるし、全員がそれなりに走れるし、全員がそれなりに弓作れるし、槍も作れるし、弓撃てるし、槍投げれるし、鹿追えるし、マンモスにとどめさせるし、リンゴの生えてる場所を知ってるし、キノコの生えてる場所も知ってるし、食べれるキノコと食べられないキノコの見分けもつくし、多分全員がそれぞれそれなりにそういう知識を持ってないと生き残れなかったと思う、そういう時代は。それがさ、どんどん専門文化してってさ、今さ、こうエノキとドクツルタケの違いも分かんないようなやつも生き残れるわけですよ。弓矢が打てないほどさ、指先がふにゃふにゃのようなやつでも生きていけるわけですよ。なんか金になる専門分野が一個でもあれば、金になるような仕事になるようなことがね、一個でもできれば、その社会の情勢をこう核戦争とかは一気にひっくり返してしまうわけですから、スペシャリストしかいないのにジェネラリストが求められる、その万人の万人に対する闘争という世界がまたできてしまう。それをもう見越してあなたたちは子供を作っているのか。私はとてもこれはなんかここまで考えるのは病気じみてますかね。まあ、これを病気と定義するなら病気なんだろうけどさ、病気なんてそんなもんですよ、あなた。何回も、特に精神的な病気は。これは何回も言ってますけど、それはおかしいと、これは病気だということにしようということにすれば病気になってしまいますから。そんなもんですから。だから別に病気かどうかはあんまり大した指標ではない、大して言うような指標ではないということを肝に銘じておきなさい。いいですか。だから病気かどうかは私のこの強迫神経症、強迫神経症って言ってしまいましたが、こういういろんなこう杞憂ですよね、杞憂。要は心配しなくていいようなことを心配してしまう
という病気ではないか。それはいいんですよ。それはでも本当にそうなるかもしれないからね。だって私の子供が生まれたらさ、またそういうことが不安になるわけじゃない。私はいろいろ。そうすると私の人生のかなりの時間が子供に持ってかれるわけじゃない。まだ何にもなってないのに、この私は。何になれるかな。何かに、大体どうなれば何かになったって思えるだろうか。どうなれば。すごく俗っぽい想像しかしてないですけど、今のところ私は。そりゃさ、芥川賞とかさ、アカデミー賞とかさ、グラミー賞とかさ、そういうのだよ。ゲームオブザイヤーとか。いや、そういうのさ、別に天皇賞でもいいよ。天皇賞でいいかな。天皇賞でもいいよ。天皇賞でもいいよ。バロンドールでもいいし。そういうタイトルをさ、何か取れればさ、なんか何かになった気はするよね。そういう。これもさ、ものすごい俗っぽくて、こういう俗っぽい考え方に支配されている自分も時折嫌になってしまっていて、こういうのからまるっきり自由な人もいるじゃない。なんか、円空さんみたいな人も。ただ、そういう世俗的な名誉は、から一切離れてね、そういう名誉を得ようとはせずに、ただただ自分の信念に基づいてなんか作品を作り上げてきたみたいな人たちもさ、いるわけじゃない。戦国時代の備前焼の職人みたいなさ、っていうことが美味しんぼに書いてあったけどさ、美味しんぼだからちょっと怪しんだ方がいいとは思いますけど、本当なのかどうかは。備前焼の話はね、円空さんみたいなさ、そういうのもかっこいいなと思いつつ、でもそれをかっこいいなと思うのは、結局そういう人は世俗的な評価をまた違った形で得られるだろうからかっこいいなと思っているのであって、結局世俗の評価が欲しいんですよ私は。これをさ、もっとすっぱりと諦められればさ、多分精神的にはものすごく楽になるのにさ、精神的にはね、あくまで精神的にはですけど、多分経済的には楽にはなんないから、これ諦めたところで。あ、では、諦めればもっとこう、いろいろね、金儲けに邁進できるのかもしれないね。ここを諦めれば。から、経済的に、回り回って楽にもなるのかもしれないですが、でもこう諦めきれない自分がいてさ、これがなんでなのかも、なんで諦めきれないのかもわからないんですけど、なんでだろう。多分ね、これはまた言うと惹かれるけどね、多分このね、両親の愛が足らなかった。足らないから、なんか他のところから愛をもらわないと多分やっていけないの。なんかこう自分がね、この世にいていいというふうに心の奥底から思えてないのよ。思えてないからいていいよって言われてほしいのよ、どっかから。で、それがだと、なんかそれ細かいと言うと失礼ですけど、そのね、例えばどっかに就職してさ、お給料をもらってさ、こう普通に生きていくっていうようなことではいていいよって言われた気になんないのよ、多分。その程度じゃ満足しないの。
多分親の愛がねきちんとあった人はねここは思えるんですよ、そういう普通のことで。それをこれをさこれをさこういうことをさ母親に言うとさ、まず母親に言うのもどうかしてるとは思うけどさ、言うとさそうやっていつも人のせいにしてるって言われる、うん、その気持ちはわかる、気持ちはわかる。私も子供を持つつもりは今んとこないとは言うたけども、自分の子供からそういうことを言われたらというのを想像するとね、すごくムカッ腹が立つと思います。でもそんなこと言われたくないな、そんなこと子供から言われたくない。でもそんな風に育ててしまいそうだ、ダメだ。こう金魚並みに自分の子供に興味を持てなさそうだ。こればっかりはでも生まれてみないとわからないけど、魚、ほんと魚類は産んだっきりですから、基本は。そんなことないね、そんなことないわ。ちゃんと育てる魚類いっぱいいるわ。タツノオトシゴとかそうだわ。皆さん、あれタツノオトシゴって魚類なんですよ。あれ知らなかったでしょ。タコとかエビとかイソギンチャクとか、そういう不思議な海の生き物の一つじゃないかって皆さん思ってるでしょ。あれ魚類なんですよ、魚類。これは覚えておいて損はないですよ。これタツノオトシゴの豆知識を聞かれた田中も、ココリコの田中もこうは言ってなかったから。タツノオトシゴはオスが子育てをするって言ってたから、あの人。まずそっからですよ。タツノオトシゴは魚類、これは皆さん覚えておいてね。ヨウジウオっていうね、ちょうどこれもタツノオトシゴの仲間なんですけど、タツノオトシゴの中ではまだ原始的というか、原始的っていうのも変ですけど、まだあの普通の魚類にまだ近いフォルムをしてるのがいます、ヨウジウオ。ヨウジウオは皆さん画像検索して見てみてください。で、やだなっていう、そう、こう育ったようにしか育てられないっていうのは非常に残酷な格言だなと思っていて、こう本当金魚並みに自分の子供に興味を持たなかったら、子供は多分傷つくだろうなと思って。で、子供が傷ついたら、私は子供からお前は愛情がなかったって長じた子供から言われて、私も傷つくことになって、誰も得しないな結局。はあ、嫌だ嫌だ、ああ嫌だ。それはもちろん生まれてみたら変わるかもしれないけどさ、変わらないかもしれないのよ。この話何回もしてるよ、多分。変わらないかもしれないのよ。変わらなかったら誰が責任取るのよって、自分で責任取るしかないのよ。変わらなかったら。今の日本の法律ってそういう仕組みだから。自分の子供生まれたら、やっぱやめたっていうのはできないんですから。だからそこはさ、慎重に、どうしても慎重にならざるを得ない。せめて経済的にはこう基盤が整ってから、整ってからって、あのものすごい金持ちっていう、そういうレベルの話よ。こう10億ぐらい儲かってからじゃないと、ちょっと子供でも作ってみようかっていう感じにはなんないだろうね。これはさ、その、これ日本の社会不安、今の社会情勢、社会不安、待機児童問題とかと、こう、そういう批判をしてるんだと思われる方もいるかもしれませんが、それは誤解ですからね。今の日本のあり方が悪いから子供を持つ気にならないと言ってるんじゃなくて、
て、もっと根本的なことですから、私が言ってるのは。今の日本が例えば北欧並みに福祉が手厚くなったとしても、直ちに持とうという気にはならないと思うよ。だってまず自分のこの性格があるから、こうやっぱりちゃんと愛を持って接する自信がないというのが一つと、さっき言った、北斗の拳ですね、北斗の拳のような世界になってしまうのではないかという不安ですよ。これは今の日本がどれだけ子育て世代に優しかろうと常につきまとう不安でしょう。これはどう考えたって北斗の拳か世界の北斗かという話を、なんでこんな話になったんだ。そう、嫌なこと思い出すよねっていうね。え、うちの母親の嫌なことを挙げていけばキリがないんですけど、それ言うてもあんまり愚痴みたいになるから、ただの一個だけあげるとね、あのこれもこの年末年始実家帰った時、アメトークであのサンちゃんが出てきたでしょ。サンちゃんって明石家さんまです。明石家さんまと第7世代芸人みたいなコーナーがアメトークの年末スペシャルの1コーナーであったのよ。私と弟はそれ見てたのよ。母親もチラ見してたけど、母親はテレビでサンちゃんを見ると必ずまずうちの親父に年は同い年ぐらいだっけっていう確認をします。でサンちゃんの方が確かうちの親父より1個下ぐらいです。でそれを確認した後に、若いねさんまさんはって言います、うちの母親は。で親父はこれを聞くとちょっと嫌がる。なんでさ、あの人さ、これもう何回も見てるんだけどさ、この光景を、なんで人の嫌がることをずっと言うのかな、あの人は。別にで場が湧くわけでもなし、親父がちょっと嫌がってちょっと変な空気になる。私もそれをこう敏感に感じ取って察知して少しピリッとするのにさ、なんで言うかな、あの人は。で別に受けてないのもさ、もう何回もやってるからさ、分かってるはずなのにさ、うちら家族にあんたの発言、その発言受けてないよっていうのが分かってるのにやるからさ、本当だ。これだけ繰り返されると嫌がらせをしてるというふうにしか解釈できないんですよ、私は。なんか恋に嫌がらせをしてるか、もうよっぽどのアホかのどっちかなんですよ。自分がそういうことを過去に何回も言ってるっていうことを毎回忘れるの。毎回忘れてなんか受け狙いで言っちゃうの。それはものすごいアホじゃないですか。というのが、まあその今回もあったという話なんですけど、ほんと嫌がらせかよっぽどのアホかのどっちかですよ。なんなの、ほんと。ねえ、いやだ、別にそんな、これを言うとうちの母親はなんで私がゴリに遠慮しなきゃいけないのみたいなことを言うんだけどさ、ゴリってうちの父親のことで、うちの父親は弟と母親からゴリと呼ばれています。これも全然シンクってない例えで嫌なんだけど、私
全然ゴリラっぽくはないですよ。だいたいゴリってもともとスラムダンクのゴリから来てるんですよ、由来は。確かそうですよ。スラムダンクのゴリには、赤木には全然似てないし、うちの親父は。あんな姿勢高くないし。そして別に、さほどさしてゴリラっぽくもないし。だからすごい体育会系のセンスのないやつらがつけたシンクってないあだ名みたいですごく嫌なんだけど、私は。まあもう定着してるからしょうがないんだけどさ、このしつこさって大事ですよね。うちの弟はしつこくゴリ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 言ってるから周りに映っちゃったんですよ。だから1回目滑ってもこうしつこく言い続けるって多分大事なんだけど、この手のものを定着させるには。まあゴリの話は置いといて、そうそういうのを嫌がってるんだから言うのやめなよって言うとさ、なんで私がゴリに遠慮しなきゃいけないのって言います、うちの母親は。まあそれは多少はわからなくもない。夫婦というのはまあそれはお互い合わないところもあるだろうし、お互い嫌なところ直してほしいところもそれはお互いにあるだろうから、どっちかがどっちに全面的に合わせるのは違うというのはわかりますが、それはわかりますが、なんそんなこと言ってるんじゃなくて、あなた何言ってもそれを言うじゃない。結局だ、あなたとの言い分を総合するとさ、ゴリが私に全面的に合わせるべきだっていう言い分にしかなんないんだよ、あなたの言い分。それは違うでしょ。お互い歩み寄りなさいよということを私は言いたい。だけどさ、お互い、これはまあゴリもそうな、ゴリって言っちゃったね。ゴリも歩み寄ろうとしないからさ、あの二人。ほんと合ってないね。全然合ってないね。結婚しちゃダメなんだよな、あの二人。そうすると私が生まれてなかったね。あ、でもいいじゃない、それで。それで、ウィンウィンじゃない。バイブだけにウィンウィンっていうジャネットのハガキをオールナイトニッポンに送ったことがあります。バイブだけにウィンウィンって。これは完全にボツりました。あと何送ったかな？なんか一緒にホット3通ぐらい送ったんですよ。全部ジャネットだったような気もするし、そうじゃない気もするし。バイブだけにウィンウィンって。これごめんなさい、元ネタはあれですよ。バイク川崎バイクっていう芸人のバイクだけにブンブンってやつですからね。ほんと、うん。どっちかがどっちに全面的に合わせろとは言わないが、あなたはあなたでゴリが全面的に私に合わせるべきだと言ってるようにしか私は聞こえないので、ね、だからこれはお互い本当の鍋奉行なんですよ。鍋奉行同士が、しかも流派の違う鍋奉行なんですよ。流派の違う鍋奉行が結婚して鍋作ろうとしてんですよ。結婚しては余計でしたね。流派の違う鍋奉行同士が鍋作ろうとしてんですよ。そんなもん揉めるに決まってるじゃない。そんなんやってできた鍋だからこの惨状なんですよ、今。私ですよ、鍋って。なんかうまいこと言えた気がするから終わろうかしら。
ちょっと締まりが悪い。もう一回やらせてください。そんな流派の違うすいません、あの笑ってしまうね。笑っちゃダメだね。もう一回最初からいきますよ。すいませんね。流派のちょっと間がおかしいはい、流派の違う鍋奉行同士が鍋作ろうって言ってんですよ。そんなん揉めるに決まってるじゃないですか。できた鍋もむちゃくちゃですよ。しっちゃかめっちゃかですよ。そのできた鍋が私なんですから。ほら、むちゃくちゃじゃない。ププー。ダメだ。ダメですな。あ、そうそう。皆さん、これ前話したかしら。函館、私の味覚は美味しいとすごく美味しいとまずいの3つしかない。美味しいが 95%、 残りの 5% を半分に割って 2.5% ずつがまずいとすごく美味しいで、すごく美味しいもまずいも要はめったに出ないという話をしましたが、函館で見つけたすごく美味しいは3つあったんです。これまでこの3つの話したと思う、したような気がする。ニシンの刺身とバスクっていうスペイン料理屋の生ハムを、これ柔らかいパンと一緒に食べる。硬いパンじゃダメです。柔らかいパンです。フランスパンみたいな硬いやつだとちょっとなんかいまいちです。あとカカシという和菓子屋の綿餅、この3つで、今回4つ目が増えました。あのアンジェリック・ボヤージュというお菓子屋の生クレープです。これは賞味期限30分とお店側が歌っているほどの代物でして、お店に行って直で買わないと食べられませんが、行く価値ありますので皆さん。すごい並んでますけど、あの店で。このアンジェリック・ボヤージュというお店はショコラ・ボヤージュっていうチョコが有名なんですけど、私こっちのこのショコラボヤージュも食べましたが、私は生クレープの方が好きです。あれはリピートしますね。あれは最後ヒルナンデスみたいな話で終わりましたけど、終わろう。じゃあまた来週。